フェデレーションタワーは、モスクワの超高層ビル。ツインタワーで、東島の高さは374メートル。モスクワシティ高層の一部として計画され、2003年に着工し2016年完成。ヨーロッパ及びロシアで最も高い高層ビルとなったが、同じくロシアのラフタセンターの完成次第その座を受け渡すことになる。 ドイツの企業、NPS とコバンボス GBR 社が設計を担当。ミラックスコンストラクション社によって開発され、ミラックスグループが所有権を保有している。東側のタワーは、中国の建設会社、中国建築工程総工士が建設を担当し、西側のタワーは、トルコの建設会社、アントヤピ社が担当した。イタリアの企業、ブシ・インピアンティ社が、機械。 電気、配管のシステムを設計。両方の塔のガラスカーテンウォールは、アメリカのファサードエンジニアである、ジャンピエル・コッハーの監督のもと、アメリカの構造設計コンサルタント企業ソントン、トマセッティ社が設計した。フェデレーションタワーは2つの塔から成り立つ。この他、塔,塔と斎藤の間には、高さ506メートル以上になるように設計された、戦闘が予定されていた。 戦闘内部に設けられるエレベーターは時速65キロで動く。エレベーターから360度のパノラマが楽しめるよう、エレベーターとシャフトはガラス張りになっている。東西の塔と戦闘を結ぶ連絡橋の商業スペースにはレストランやカフェが入る予定であった。2012年の時点で半分まで組み上がっていたが、2014年に計画は中止され、 完成していた部分は解体された。両方の塔の床面積の内相当部分をグローバルハヤット社がホテルに利用する予定である。ロシアの銀行、VTB 銀行は塔の建設のために2億5000万ドルを投資し、33回分のオフィスを購入。塔全体にかかる総建設費は5億3000万ドルと見積もられている。 ミラックスグループのセルゲイ・ポロンスキー社長は、自身のブログで、ギネスワールドレコーズに、最藤の時計台を、世界一高い場所にある時計として申請したと、述べている。建設中の2012年4月2日夜に、東東の66から67階で火災が、発生し、約300平方メートルが焼ける事故があった。 廃材や防水シート等が燃え移るなどし、ヘリコプターで消火活動に当たった結果、4時間後には沈下した。人的被害はなかった。建設中の2007年9月にアラン・ロベールがこのビルへのフリークライミングを達成している。ありがとうございます。